皆さんこんにちは、神奈川県の川です。今日は出張あなたの街に、あなたの街の教師を探すということで、企画をするんですけども、今回は青木さんのお家の近くの、はい場所をみんなで探していくということで、やっていきたいと思います。僕も初めての場所なんですけど、みんなで探す。だから何がいるかわかんないし、何が取れるかわかんないし、どんなポイントかもわかんないし、とにかくこの地図を見ながらやっていきたいと思います。じゃあ皆さん、行きましょう。で、ゴー。閑静な住宅街を行きました。こんなところに本当に生き物がいるんでしょうか。油ゼミがめちゃくちゃいますね。公園もなんかちょっとおしゃれな公園ですけども、子供たちはセミ取りに夢中です。あ、いるわ。いるやん。いるね。あ、ここにいるのはあれじゃん、ヒマダラカメムシ。じゃーん、ヒマダラカメムシがいますね。今回はこの地形図を見ながらみんなで場所を探すんですが、この中央にある謎の階段があって、ここからどうやら森に入れそうなので、そこから入っていきたいと思います。謎の階段は住宅街をずっと行った先にあります。さあ、ちゃんと見つけられるでしょうか。ありました、怪しい階段がありました。この猛暑の時にこんな階段登りたくないですね。我々はこれから陸上部になるような感じですかね。やば。ちょっと一回飲み物を飲んでから登ろうか。え、さっき俺飲んだから大丈夫。あ、そう、ありました、これが怪しい階段の正体。無理げ、この猛暑の中ここを登るのははっきり言ってかなりきついと思いますが、頑張りましょう。カビチョウ、カビチョウが鳴いてます。いや、辛いですね。これも修行です、修行。さあ、登り切りました。暑いです。もう登り切った人いるよ。いやー、しんどい。真夏にこんなことやるもんじゃない。どう、疲れた？まだまだ余裕？の、ちょっとちょっと余裕。休憩したいです。休憩してる、大丈夫。今俺大丈夫。そうか、ちょっと転がりたいな。君はもう余裕。お、さすがですね。見たか、みんな。はい。うん。で、上がるとこんな感じでいい感じの林道があります。じゃあちょっとこう行ってみましょう。ハイキングコースみたいな感じですね。一応なんかロープとかも張ってあるね。地元の人たちにとっては知られてる道なのかもしれませんね。クヌギの木を見つけました。どう？確かになんか匂いするよね、樹液の、樹液の匂いする。何ていうか、どう？お、お、サツカナムがいたっていう。カブトムシの、お、したい。おお、ほんとだ。カブトムシ、下いるんだ、カブトムシ。その前に落ちる。なんか取った？カナブン。おお、いっぱい取った。あ、黒カナブンもいる。マジ？ほら、黒カナブンはノーマルカナブンよりちょっとレア怪しい。レアだね。この木は夜来れば絶対いるよ。素晴らしいですね。これはクワガタなんかよりも全然珍しい。何？じゃーん、カナブン、赤マダラハナムグリ。出ました、神奈川県準絶滅危惧種。鷹の巣に幼虫を育てるという。ちょっと大丈夫ですか、はい、これ珍しいよ。じゃあ向こうになんか入れ物にちょっと一体入れようか。これが赤マダラハナムグリです。おー、珍しいですね。猛禽類の巣の中で幼虫を育てるというかなり特殊な。そう、まあトビとかが多いですかね。かなり特殊な花ムグリ、コガネムシの仲間ですね。顔につけてみよう。これは珍しい、神奈川県では準絶滅危惧種です。いいですね、カナブンいた。さっきの赤マダラハナムグリはいいね。あれ、タマムシ持ってるじゃん。俺いつの間に。君いいじゃないか。さっき落ちてた、なんと。すごいね、幸先いいじゃないか。タマムシいました、素晴らしいね。タマムシめちゃくちゃ可愛いの。綺麗。
マダラカミキリですね。おお、かっこいいよね。大きくて噛まれたら痛そう。ヒゲが非常に長いですね。いいですね。こんな畑が見えてきました。へえ、こんなさあ住宅街の裏山にこんなにあるんだね、いろいろ、ね、すごいね。謎の池を見つけました。そして浅座が入っています。浅座はとても希少な植物ですが、多分人が入れたものです。てかまあ間違いなく人が入れたやつだと思います。タモ、もうほぼタモ同じ。そう、補中網でタモ網の使い方をするという猛者ですね。危な、靴ももう入っちゃったね。その意気込みは素晴らしいよ。気合い入ってるじゃないか。そして生き物は取れたんだろうか。やっ、髪がクラゲみたいになってるけど、やばい。あ、道を間違えたりしながら結構歩いてきました。すごい道です。カブトムシいましたね。え、これちょっと照らしてもいい、まずこの水、こっちの中をで見ていく。佐野さん、黒カナブン。あ、これ、ん、それ、それ貴重。お、あ、今どこ行った？下行った。ちょっとちょっとちょっと、あ、入っちゃった。これもしかして、大平田エンマムシ。これは、ミューラハントスウレ、ミューラハントとか県東部でスウレしかなくて、めっちゃ珍しい。ママ、おお、ね、すごい。カードいる人。大平田エマムシです。この辺の地域ではかなり珍しい、記録の少ない種です。かっこいい。これは君の名前をアレベルにつけるよ。あんまり分かってなさそうな反応が薄いですね。ノコギリの頭がありました。小型のノコギリの頭。そうだね、いるんだね、やっぱりね。ここの木も多分来るんじゃないかな。どうですか、おっちゃんたち。いる。いる。逃げるな。逃げてはいる。ちょっと逃げてる。ちょっと逃げてる。なんだ。なんか棒入ってきたんだけど。ゆうせいくん、いっぱいいい木がたくさんありますね。確かに。確かに。ここは多分夜来ればね、絶対いると思います。素晴らしいクワガタのポイントだと思います。はい。いなかったわ。こう、これを見た、YouTube を見た人たち多分ね、ここに押し寄せることになるでしょう。でもこれは困りますね。はい。どうですか？取れましたか？はい、取れました。ここはあの、メス、結構木じゃない。はい、ということで、場所は明かしません。ようやく道が見えてきました。なんかちょっと人里に降りてきましたね。こんなわずかな小さなたまりを見つけました。そして入れるとオニヤンマの山です。おー、いいね。オニヤンマの映ってない、映ってない。もっとこっち、これです。オニヤンマだね。はい、お昼になりました。ちょっと待ってね。神社で一旦休憩をしました。そしてこの神社から上に登っていく道があるのかな。瀬田区です。地形図を見ながら行ったんですけども、道がほとんどなくなっておりました。道を見つけることができなかったので、来た道をまた戻りたいと思いますね。うん、今日の気温は最高35度っていうふうに書いてあったけど、まあ森の中はちょっと涼しいですけども、こんなね、猛暑の日に山登りって最悪だよね。はい、よく食べられないね。何を捕まえたのかね。ジャコアゲハ。お、見せてくれるかい。おー、立派ですね。綺麗だね、しかも羽全然傷なしじゃん。
すごい綺麗。素晴らしい。どう疲れた？疲れた。お菓子持ってる。お菓子持ってる？今日はどうでしたか？疲れた。疲れたよね。よく歩いたね。今日はこのまま渋谷まで帰るのかな。疲れましたか？はい。自分の地元はどうですか？今日は地元を歩いたけども。疲れた。地元にこんなに素晴らしい自然が残ってるっていう感じありましたか？それより疲れた。あ、ありがとうございます。いい感想です。そしていいリアクションでした。じゃあ今日の夜もまたここに来てクワガタ探したい。疲れて無理です。疲れて無理。わかりました。ありがとうございます。カマキリ飛びまくってブンブンブン、カマキリが飛びまくる。やった。謎の階段に帰ってきました。ようやく帰ってきたぞ。118個。やった。118個。お疲れ。118個。よし、じゃああとはこのコンクリートの道を帰りましょう。先生。はい。さっきさ、またタマムシ見つけた。お、またいた。お、最後に、見せて見せて見せて。でも潰れてる。潰れた。さっき話し終わってたよ。あ、カマカマカマ。すごいすごい。してる。さっきなんか入っちゃったの。君なんか結構さ、この中にさ、いい死体が入ってるじゃない。ノコギリクワガタいっぱい入ってるじゃん。うん。いつの間に。死体。素晴らしいじゃないですか。はい、ということで最後エンディングを撮り忘れたので僕が一人でエンディングを撮りたいと思います。あなたの街出張、あなたの街の気象を探しますという企画でね、とっても楽しくやってこれたと思います。で、実際見つけることができた気象としては、赤まだら花むぐりっていう、神奈川県では準絶滅危惧種に指定されている、コガネムシの仲間と、あとは大平田エンマムシっていうのは、これは多分ねこの地域では多分3例目になると思いますね。2例目もちなみに僕とあとジュニアセクチュア隊のメンバーが見つけてるんですけども、あとまあオニヤンマとかカブトムシとかノコギリクワガタとか、見つかりましたけども、まあまあそれはいるだろうなとは思ってましたね、はい。まあ、希少種っていう感じではないですけども、もうただこう住宅街のねすぐ裏山のとこでもこうちゃんと生息してるんだよみたいなところが、お伝えできたかなと思います。はい、という感じで、まあ、皆さんもぜひ、最近僕すごく言ってるんですけども、地元のね、自分の住んでいる町とか自分の住んでいる地域でいろいろ生き物を探したり観察をしたり、していただくのがすごく僕はいいなと思います。地元を知ってなんぼだと僕は思ってますので、そこがすごく基礎になると思っているので大事にしてほしいなというふうに思います。そういうのも伝えたいイベントであり、今回の動画で出ました。じゃあ今日はこんな感じで帰りたいと思います。じゃあ皆さん引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。